ここかなえー、1月も終わりますね早いもんで新年始まっても1ヶ月が経とうとしてますということで。 なんかほとんどの人は新年の抱負を2月になると忘れてしまってるということで。<laughs> <laughs> 皆さんいかがでしょうかという感じなんですけど <laughs> え。今日なんですけどね。あのー、前、<laughs> 3年くらい前かな。 サブチャンの方で、えー、っと、選挙についてのお話をした動画を上げたんですよね。うん、で、当時ちょうど、えー、衆議院選だったかなの時期で、えー、ちょっと選挙のシーズンだったんですよ。で、まあちょっとタイムリーな感じで上げたんですけど、で、まあどういう内容を上げたかというと、 とまあ、あの、それ選挙の時期になってくると、そのなん、なんていうかな、選挙行こう、選挙行こうっていう圧力ってあるじゃないですか。それは、まあ、リアルの世界でもそうだと思うんですけど、SNS、ツイッターとかでも、選挙に行きましょう、とにかく選挙に行きましょう、行きましょうって。で、僕はそれに対して、なんか、ちょっと疑問をて呈したというか、あの、まあ、選挙に行きましょう、選挙に行きましょうって、周りに言う必要ある、 っていうのがまあ、まずそもそもの僕の疑問で、行きたい奴は行って、行きたくない奴行かなきゃいいじゃん。ただそれだけの話を、周りを巻き込んで行こうぜ行こうぜってなるのがなんでなんかなっていうふうに思って、で、もっと言うとそういうふうに、あの、行こうぜ行こうぜつって、あのそ、そのかされて選挙に行くと。で、行った場合に、何を基準にそういう人たちって投票すんのかなと。まあ仮に例えば僕も、僕の場合だったら、 あのー、まあ当時もそうですけどそんなにあの政治的な知識とか、まあ、勉強は圧倒的に足りてないとよく分かってないと右も左もそういう状態で選挙に行こう選挙に行こうって言われて行って何を基準に投票すんのってうんそれなんか、あのー、自分の中である人はいいですよ意見とかあ政治的な思想みたいなものがある人はいいですけどない人をね行こう行こうって言って行ったところで。 んその右も左もわかんない。ええー、い入れちまえみたいな感じで入れた一票って意味あるっていうような話を僕はしたんですよね、当時、うん。で、まあそういう動画を上げたもんなら、なんかコメント欄に怒った人たちがいっぱい来ちゃってね。なんかすごい怒ってて、なんかそんな奴がいるから日本の政治はダメなんだとか若者は政治に行くべきであるとか、 何を基準に投票したらいいかくらい事前にちょっとネットで調べればわかるしとか選挙特番みたいなやつとか見ればあの公約なんてわかるわけですから、えー、それを基準に投票したらいいじゃないかとかうーんあとはなんか逆にこう選挙行ってきましたけどみたいななんかちょっとドヤ顔の人とかもいたりとかしておおえなんでそんな感じなんだろうなあれ、俺そんな。 そんな気に障ること言いましたっていう <laughs> 感じだったんですよね。で、当時あそう。まあでも、まあ政治のことなんでね、まあデリケートな話ですから、まあ僕もちょっと軽率だったんかなとかちょっと思ってたんですけど、でもね、今、今、まあ約半年後くらいですかね、得て、まあちょっとその間にも曲がりなりにも、少しは、あのー、政治の勉強をするようになりました。とはいえですけどね、とはいえ全然足りてないっていうことは自覚しますよ。なんですけど、当時に比べたら、 まあ、関心も寄せるようになったし、興味を持つようになったので、えー、その上でなんですけど、俺間違ったこと言ってねえなって、今振り返っても思うんですよね。うん。今振り返っても、俺あの時何何をそんな間違っ間違えたこと一個も言ってないし、なんな正しいこと言ってるなと思うし、それに対してなんであの人たちあんななんであんな怒る人がいるんだろうなっていうところが、 謎だなっていう。でアンクドンの俺の動画楽しかったなっていう話をしようかなと思って。約半年を経て。少し、少しばかりですけども、当時よりはあの政治とかの勉強した私の意見ですという。でね、あのー、 これに、これを話すときに、一番象徴的な出来事を話すとね、すごい分かりやすいなと思うんですけど、ブレグジットですね。ブレグジットの話をするとすごい分かりやすいんですけど、で皆さんブレグジットでね、あのー、イギリスが、EU から離脱するということで、もう、今月末じゃないですか。1月末で、えー、離脱するということで、えー、まあ、揉めに揉めてですね、なんだ ?10 月末が11月、なんかこう、延期延期でやっとっていう感じですけども、それも。 まあ、あったじゃないですか。ブレグジットっていう、その、あの、投票、国民投票ですかで決まった、あのー、こと。で、あれって、あれってなんで、ブレグジット決まっちゃったかっていうと、本来であれ、あれね、決まるはずではなかったんですよね。でも、ああいう結果になったのって、あれ、実は、データドリブン型の、あのー、作戦をとってまして、えっ、ー、と、保守の方かな保守党の方なのかなの政治アナリストだかが、 あのすごいこうデータでえっとターゲティングをした層に効果的にプロパガンダを流すことによってえっと実現してしまったっていうのがブレグジットなんですよあれ実は裏の話で。ということかというとあのあのイギリスのね普段あの政治に興味がないまあ主に若い人ですよね。主にに若い人に 約300万人に対して、まあそういう層をですね、まあデータを用いて AI とかで解析してターゲティングするんです。まあそのはそ,その人の普段のなんか、なんだろうな、SNS のとか、なんかそういうデータからあ、ノンポリ層っていうのを炙り出す。つまりノンポリ層っていうのは、あの、あんまり普段政治に関心がない人とか、あんまり選挙に行くような人たちじゃなくて、まあ政治層がない人ですね。政治層がないような人たちに300万人にターゲットを絞って、 で,でその人たちにもうあの繰り返し繰り返しブレグジットするとこんないいことがあるブレグジットしないとこんな悪いことがあるっていうような内容をこうすり込んでったらしいですねプロパガンダをでそれですとノンポリソーっていう人まああの、まあ、僕もそうなんですねまだノンポリソーっていう人たちって言ったら何色にも染まってないのでそういうのになびきやすいんですなびかれやすいという うん、まあ言ったら洗脳されやすいんですって。自分の中に判断基準がないから。まあそりゃそうですよね。ね。自分の中に何かしらの知識とか何かがあれば、それが正しいか正しくないかとか、そういうのを判断できるんですけど、そういうのがない人っていうのは、そういうふうにこう、あの、継続的にやられちゃうと、もうそれがあたかもなんか、本当のことかのように思えてきちゃって。えー、で、その結果その300万人。つまりね、あの、対抗勢力。 えー、だから、労働党かな労働党の人たちとかが、とか、まあ、あの、反ブレグジットか。反ブレグジットの人たちか。が、あの、着目しなかった。見落としていたノンポリ層っていうところに目をつけて、そこで、えー、の300万票を取り入れて、可決されたのがブレグジットなんですよ。あれは。実は。だから、蓋を開けてみたら、えっていう。で、それでもう世界にグワーっと、 その影響が、あの、渡って、確かあれですね、ポンド。ポンドが、うんー、ぐわーっと下げたんですね。下落したんですよね。それで、そのポンドを下げて、もうえ、ブレグジットなんかしたらイギリスの経済やばいじゃんってことで、ポンドがぐわー売られて、ポンドの価値ぐわーっと下がったのを見て、あのー、パニックになっちゃったっていうのが、あれブレグジットなんですよ。 で、あの、ブレグジット決定されて、ポンドがまあ、暴落まで行くか分かるんないですけど、ガー下げた。その時に、あの、パニックになって、その後に350万くらいの署名集まったらしいですね。反ブレグジットの。<laughs> ブレグジットを可決は取り消せみたいな署名が350万その後に集まっちゃったっていう、それくらいのパニックが起きたのが、あれブレグジットってことなんですけど、これがまさにそうだと思ってて、あの、そうやって、よくも分からない。 あの、政治に関してね、の思想がない、リテラシーがない人たちっていうのを、こう選挙にとにかく行かせて、えー、票を集めさ、集めよう集めようっていう。とにかく、やっぱ行ってもらわないと、投票してもらわないと票ってもらわないわけですから当たり前ですけど。だからそういうのんぽりの人たちに選挙行かせるととりあえずで。そういう人たちって右も左もよくわかんないからあ、洗脳しやすいわけ、コントロールしやすいわけですよ。で、えー、し、あのー、 まあなんか、その選挙の結果がね、そういう風に流れちゃうっていうことが、これ、民主主義であり得るということですよ。で、まあ、あの、ブレグジットのお話し,しましたけど、ブレグジットが結果、良かったか悪いか今の段階で分かんないわけじゃないですか。まだこれからの政治とかによるから、まだ決まった段階で、ブレグジットしますと。今日今日もっとしますってなっただけなんで、まだその結果が分かんないですけど、ただ事実として言えるのは、そういう風にして、えっと、コントロールされちゃう。 人たたちががいててそれによっっイギリスの未来が変わったっていうことこれは事実コントロールされてしまったということはこれ事実であってってなるとねまああの最初に戻りますよ僕が言ってた通りそうやって右も左もよくわからん自分の中に基準もないでもとりあえず選挙に行こう選挙に行こうで投票することが目的になってるような人たちのその1票って意味ある それがもしかしたら間違った方向に政治を向かわせてる可能性あるんですよ。あるなと思って。ちょっと勉強したら、それが分かって。あの、なので、だったら投票しない方がまだマシという。うん、あれでなんか若者があの政治に興味がない、興味がないって言って、こう嘆いて、それがすごい問題視されてますけど、もしかしたらそれも。ね。これ、まあ、あの、事実かどうかわかんないですけど、 もしかしたらそれもそうやって煽って若いよくわからない人たちをとりあえず選挙に行かせてコントロールする票を集めようとしてるどこかの力が働いてる可能性これありますよねっていう話なんですよねうん右も左もわからないそ,それなんな地図を持たずになんかあのの旅に出るようなもんじゃないですかそんなのでなんか直前の選挙特番かなんか分かりませんとかあ検索 ちょっとネットで検索ググったくらいのやつで、えー、ポーンと入れちゃうっていうその一票って意味ありますっていうか。 だからなんかその選挙の直前とかになるとね、なんかツイッターとかでも僕見たんですけど、なんか選挙に行かない若者のおかげで、あの、まあ、日本って高齢化社会ですから、高齢者の方が多いわけじゃないですか。で、高齢者に都合のいい世の中になって、高齢者ってのはバンバンザだ、お前たち選挙には行かないでくれよ、みたいな、そういうビデオを見て、見たこ見たんです。み、皆さん見たことありますね、老人に都合のいい社会になるから若い者は、あの、選挙に行かないでくれ、みたいな。まあ、ああのー、 まあれも僕は一種のプロパガンダかなと思うんですね、今や。あれも、ああいうのをさ、やって、流して、あ若い人たちに選挙行こうって、喚起を促すわけじゃないですか。で、ノンポリの人たちが行って、で、そのノンポリの人たちの票を集めようとしてる人たちが、もしかしたらああいう動画流してる可能性ってあるわけですよね。右も左も分かんないけど、とりあえず行こう。嫌だと。高齢者のあ社会人になってしまうのは嫌だって言って。 可能性あるよねっていうところなんですよ。だから僕は正しくは選挙に行きましょう、選挙に行きましょうって選挙の直前だけあんなにワーワー騒ぐんじゃなくて違うと普段から選挙じゃないわ、あの政治の勉強をしましょうがこれ正しいと思うんですね。 選挙に行こうぜ、選挙に行こうぜじゃないんですよ。政治の勉強しようぜ。政治の、政治的なリテラシーを身につけようぜが正しい。でもそうならないってことは、あのー、結局のところ、ノンポリがを操ってるところが、あのー、そうやって政治を勉強されてね、ちょっとでも国民に賢くなられちゃった困るわけですよ。困る人たちがいるの。うん。バカが、ああっつって、ああ自民党ポーンって言って入れてくれる人がいていた方が、あのー、政治家たちはありがたいわけですよ。 だから、あのー、選挙に行こう、選挙に行こうと、選挙の前だけになるのは、実はそういう力、僕、あるんじゃないかなと思ってます。本来であれば政治、選挙に行こうじゃなくて、政治を勉強しよう。これが僕、正しいと思いまして、えー、政治を勉強した上で、ある程度自分の中に基準というか、なんかこれが正しいのか、この人が言ってることは本当かどうか、この人やるのかどうか、えー、そこまでちゃんと見て、判断できるくらいな、リテラシーが自分の中にできたら、僕は選挙に行く。 べというかそれが選挙じゃないかなと思うんですよね、うん、選んでねえもんだってそんな右も左もわからない状態でいったって選挙の選って選ぶって事でしょ選んでないじゃないですか <laughs> 選ばされてるというか <laughs> 自分で選び取れるようになって初めてまあ行くべきのなのかなって僕は思ってます思いましたっていう話ででまあまあいろんな意見あると思いますけどあのそうかなと、うん、別にト 投票率若者の投票率が下がろうが、えー、投票率が上がって政治がおかしな方向に行くんだったら別に投票率下がったままでもいい,い,いかなと僕は思っちゃいますからっていう感じまあいろんな意見あると思いますはい皆さんは皆さんの中で、えー、いろいろ考えてそれでもあのそれでも投票には行くべきなんだっていう人は行ったらいいと思いますしえー、かな